どうもこんにちは。今回はですね、キャンプをやったことない人やキャンプ初心者向けにですね、防災グッズ目線でキャンプ道具をご紹介してみたいと思います。キャンプっていうのはアウトドアの遊びなので、電気のない生活っていうのは1日ぐらいなら慣れていたりします。これはそのまま災害時にも役立つ慣れだと思います。キャンプ道具は防災グッズとしても災害時に使えるものが多いと感じるので、キャンプ道具で使う熱源、寝具、明かり、電源を見てみましょう。まず最初に熱源。アウトドアでの熱源はバーナー、固形燃料、アルコールストーブ、主にこの3つがあります。焚き火もあるんですが、ここでは触れないことにします。この中でアルコールストーブは間違えて倒してしまったりして炎上する危険性もあり、初心者向けではないため省きます。シングルバーナーもしくは固形燃料を熱源として考えたとき、個人的におすすめなのはシングルバーナー。ガスの入手がしやすいことと長時間使用できるので便利です。固形燃料は100均などに行くと3個セットで100円ぐらいで売られていますが、火力が強くない上に20分程度しか使えないことと、複数持っておく必要が出てくるので、もしもの備えに持っておく分にはいいのですが、これだけに頼るのは難しいと思います。ということでシングルバーナーのお話ですが、シングルバーナーの燃料は2種類あって、 OD 缶、これはアウトドアショップで売っているガス缶になります。それと CB 缶、これはスーパーなどで売っている通常のガス缶、これらを使うものがあります。どちらのガスが入手しやすいかは明らかで、やはり CB 缶を使うものが一番おすすめです。真冬だと CB 缶は使えないと言われたりもしますが、冬キャンプの経験などからいくと、屋内であれば問題なく使用できますし、屋外であっても氷点下にならない限りは問題なく使えたので、やはり問題ないと思います。また OD 缶を使うタイプのバーナーでもCB 缶のアダプターが販売されているものもあるので、 CB 缶も使えるようにしておくと便利です。 CB 缶を使うタイプのシングルバーナーには直接ガスを接続するものと、ホースでガスを送り込む分離型のものがあります。直接ガスをつなぐものだと、大きな鍋などを乗せて長時間使うと輻射熱でガスが熱くなってしまうという問題が起こる場合があります。ちなみに僕の経験で言うと、火力調整つまみが溶けてしまって使えなくなったことがあります。そのためですね、遮熱板を使って熱がガス管に当たらないようにするなどの工夫があった方がいいかもしれません。対して分離型のものはガスと本体の間を広く取れるので輻射熱の心配がありません。ただホースの長さもあるので、テーブルの上で場所を取るのはデメリットかもしれません。で、ここまでお話ししてですね、じゃあどっちがいいのよという話になると思うんですが、これはもう好みとしか言いようがないんですが、個人的には分離型の方が好きです。あと注意点なんですが、ガスを使うものなので換気には十分注意して使うようにしましょう。次に寝袋。キャンプといえば寝袋を連想する人も多いんじゃないでしょうか。中に入っている素材は化学繊維の入ったものとダウンの入ったものがあります。特徴としては化繊の寝袋は値段が安いというメリットと、収納サイズが大きく重いというデメリットがあります。大きく分厚くなるほど暖かいのですが、その分収納サイズが大きく重くなってしまいます。対してダウンの寝袋は収納サイズが小さく軽いというメリットと、価格が高いというデメリットがあります。ダウンの量が増えると暖かくなりますが、容量が増えても空気の比率も大きいので収納サイズは比較的小さくなります。形状で言えば布団のような形になっている封筒型と、ツタンカーメンの棺のようなマミー型があります。そして夏用のものと冬用のものがあるのですが、ただし夏用の寝袋は薄いので、ちょっと寒いかもくらいの気温でないと屋外では使えなかったりします。肌寒いと感じる気温だと夏用では寒い時が多いので、そこは注意点かなと思います。そして冬用寝袋ですが、暖かさで言えばダウンのものがおすすめです。使った後の収納方法も簡単で、端からどんどん詰めていけばいいだけです。使用頻度が少なく安いものが欲しい、もしもの時の備え程度でいいと思えば化繊、値段は高くてもしっかり暖かくてコンパクトなものが欲しいのであればダウンという感じで、自分の用途に合ったものを選ぶのがいいと思います。
ちなみにぶっちゃけた話をすると、数万円するコンパクトなダウン寝袋よりも収納サイズの大きい1万円以下の寝袋の方が暖かかったりしました。初めて買ったダウンの寝袋で、毎年冬になると使っているものを概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらも見てみてください。次にマット。床に直に寝ると体が痛くなりますよね。痛くならないようにキャンプではマットやコットを使って寝るわけですが、軽くてコンパクトなのはマットです。マットには電熱効果とクッション性のあるサーマレストマットや空気で膨らませるエアマットがあります。エアマットと聞くとですね、息切れして疲れそうと思う人がいると思いますが、それはもう昔の話。今では足で踏んで空気を入れるタイプもあります。そして複数を連結できるものも発売されています。エアマットの良さはコンパクトになるところなので、どちらかというとエアマットの方が持ち運びにも収納にも便利だと思います。サーマレストマットのメリットデメリットは、安くて断熱効果が高いけどかさばる。エアマットのメリットデメリットは、安くてコンパクトになるけど準備や片付けが必要といったところでしょうか。少し値段が張りますが、個人的に一番寝やすいのはコットです。腰や体が痛くなりにくいとも感じるので、本当はコットをお勧めしたいところではあります。床に直に寝るんじゃなくて、ちょっと浮いた状態で寝られるっていうのはいいですよね。コットに関しては別の動画でも触れていますが、はめ込み式ではなくロック式のものを選ぶと、初心者でも簡単に設営と撤収ができるのでいいのではないかと思います。まあ、一番なのは設置が簡単なものを使うことなので、そのあたりをポイントにして選ぶのも大切なところだと思います。そして次に明かり。夜に明るさを確保して過ごしやすくするために欠かせないのがランタン。主に燃料を使うランタンと電源を使う LED ランタンがありますが、手軽なのは電気を使う LED ランタンです。キャンプでの流行りもあって、 YouTube で見かける多くは燃料を使うものが多いと思います。燃料を使うランタンは見た目も良くて雰囲気がいいですよね。ですが燃料を使うものは、物によっては高価、明るさが足りない、明るいものは燃焼音が大きなものが多い、燃料の取り扱いに注意する必要があるといった注意点もあります。ただし程よい明るさが好きな人だったり、燃焼音が好きな人もいるので、このあたりは慣れと好き好きじゃないかなと思います。対して LED ライトは安価なものが多い、一つで十分な明るさが得られるものもある、電池式や充電式で長時間使える、熱を持たないので夏場に虫が寄ってきにくい、オイル漏れの心配がない、火災の心配がない、謎メーカーのものが多いといったところでしょうか。見た目にこだわらなければ LED ライトの方が楽なので、そちらをお勧めしたいところです。明かりは夜には欠かせないものなので、もしもの時のためにですね、一つは常備しておいた方がいいと思います。次に電源。災害時にも役立つのが電源です。ポータブル電源は家電を動かせるものもあるので、長時間の停電などで活躍してくれます。経済産業省の情報によるとですね、2018年には台風の影響で最大5日間の停電、2019年には台風の影響で最大12日間の停電、2020年には台風の影響で最大2日間の停電ということも、この直近3年間で起こっているそうです。最近は豪雨災害なども多くなっているので、電源の備えというのは重要かもしれません。容量の多いポータブル電源になると、さすがに高価になってくるので、必要最小限のポータブル電源を選ぶのもいいと思います。14万ミリアンペアアワーくらいのものであれば、ある程度小型で軽いものが多いので、容量としてはおすすめだと思います。もしくはスマホなどで情報収集するために、モバイルバッテリーだけを用意するのもいいかもしれません。今はですね、モバイルバッテリーも安価になってきているので、2万ミリアンペアアワーくらいあれば、数日間のスマホの充電であれば十分対応できると思います。ということで、災害時に役立つものという視点で、キャンプ道具の基本5つを見てみました。電源があることに関してはですね、キャンプじゃないじゃないかみたいな感じで賛否が分かれるとは思うんですが、災害時にですね、電源がないのが一番の問題という方もいると思いますので入れています。家の中であれば必要ないものもあったりしますが、キャンプ道具として持っておくと、車に積んでおいたりとかですね、
リュックに入れていつでも持ち出せるようにできたりもするので、備えあれば憂いなしだと思います。これを機にですね、防災対策をしてみてはいかがでしょうか。まあ、この動画がきっかけでですね、ついでにキャンプにもハマっていただけると嬉しいなと思います。最後にですね、大切なこととして、買って揃えたことに満足せずに時々使ってみるということも大事だと思います。キャンプ道具って家で使っても楽しいものだったりするので、使い方をしっかり把握しておいたり慣れておくということは、いざという時に役立つと思います。今回はキャンプをしない方でも役立ちそうなキャンプ道具のご紹介でした。それでは